あね、この授業がね、最後になると思います。第3問編の最後になると思うので、最後集中してね、聞いてください。人名まとめっていうことで、生物の第3問とか、まあ、生物のセンター試験自体なんだけども、人の名前がね、聞かれることが最近流行りでございます。ここ2、3年出てるので、ちょっと人名のまとめを最後して終わりにしたいと思います。はい、じゃあ遺伝の法則で、最初に出てきたね、なんちゃかの法則。何ですか？遺伝の、エンド豆を使った、なんちゃかの法則を作った人。メンデルさんですね。素晴らしい、メンデルさん。メンデルさんね、北大のさ、生物の先生がいたんだけど、メンデルさんのことを称え続けて1時間とかね。メンデルさんのことをベタ褒めして1時間とか授業過ぎましたね。はい。まあ、素晴らしい人ですよ。メンデルさんは何かっていうと、まあ、遺伝の基本法則ですね。まあ、遺伝の発見でいいんだけど、遺伝の、基本法則、基本となる法則を見つけたというか、まあ、遺伝って何よっていう話を最初にした人です。遺伝の基本法則をしました。で、ここで、覚えてほしいんだけど、これをね、再発見してくれるよね。メンデルさんがこんなことなんじゃないかなって予想したのを、ちゃんと証明してくれた人たちがいます。その人たちが、まず、ドフリース。なんかこれよくイコールなことが多いです。なぜか知らないけど。ドフリース、チェルマク、コレンスだったかな？さっき国籍調べたら3人とも違うとこでしたね。はい。この3人、ちょっとセットしてください。これが再発見3人組です。再発見組です。なんかうまく書いてください。今度はこのまま、が再発見まで横で書きたかったんだけど、収まらなかったので、まあ、うまくノートに書いてください。いいでしょうか。次ですね。次、モーガンさんですか、モーガン。モーガンは何した人かっていうと、染色体があって、なんか、ここに A とさ、スモール A が載ってて、ここに B とスモール B が載ってて、僕の授業見てくれた人は分かると思うんだけど、離れてる方がさ、乗り換えしやすかったじゃないですか。近いと乗り換えしづらかったじゃないですか。組み替えしづらかったじゃないですか。覚えてますか？その時に、この距離と、乗り換えのしやすさっていうのを考えてるんです。OK？ で、それをまとめたんですね。まとめて地図にしました。地図。ここに何が書いてあって、ここに何が書いてあって、ここに何が書いてあってっていうのを調べてる人です。なので、モーガンさんは染色体地図で有名です。で、モーガンさんは有名ですね。OK？ まあ何かというと、この染色体の位置の話ですね。これはモーガンさんの話でした。であとはさっきやった人たちなんだけど、書く場所がなくなってきたと、いうところで、消していいでしょうかね。写した。消しますよ。メンデルさんさよなら、メンデルさんさよなら、あなたは嫌いでした。はい、いきますか。次は、アベリーさんですね。はい、アベちゃんです。アベちゃんね。アベちゃんと、まあ、シャルガスさんは一緒にしちゃいます。シャルガスじゃねえや。グリフィスさんは一緒にしちゃいますね。グリフィス。アベリーさんとグリフィスさんは何したかっていうと、肺炎送球菌を用いた実験ですね。肺炎送球菌の実験といえばこの2人。ネズミを殺したグリフィスさんとシャーレの中で研究したアベリーさんね。肺炎送球菌の実験でした。いいでしょうか。はい。いいでしょうかね。よいしょ。いいかな？覚えた？よし、次行こうか。はい、はい、はい。次ですね。最後の実験やった、ハーシーチェイス。この辺たち使ったのなんだっけ？なんちゃらほんたら。はい。はい、バクテリオファージですね。バクテリオファージの実験。バクテリオファージ。の実験ですね。私の実験。なんで先生がこんな焦ってるかっていうと、撮影場所を借りてて、あと6分で撮影場所が閉まっちゃうんですよ。急いでます。バクテリオファージの実験。字が乱れててごめんね。はい。であと2人出しますね。このまま下に続けて書いてください。ワトソンクイック。ワトソンさんと、ワトソソじゃなくて、ワトソンね。ワトソン。ワトソン、ね。ワトソンさんとクリックさん。ワトソンさんとクリックさん。ワトソンさんとクリックさんは何したかっていうと、DNA の話ですね。
DNA がさっき説明したんだけども、こうやってさ二重らせん構造になってるって言ってたじゃん。 DNA の二重らせんを発見しました。この二重らせんしてるやつが DNA の、DNA の端だというのを判明した人、はい、DNA の二重らせん構造を見つけた人がワトソンクリックね。 OK、ハーシー・チェイスとワトソン・クリックは2人組なので、ちょっと間違いやすいんですけども、こっちしっかり覚えたらね、こっちはちょっと覚えれると思うので、まずこっちしっかり覚えることをお勧めします。いいでしょうか。で、ラスト、シャルガフさん、これ教える気があったんだけどね、あの、2013年の、センター試験に出てきました、シャルガフさんね。シャルガフさん何したかっていうと、あれやりましたよね、A と T の、アデニンとチミンの割合が一緒だって言ったし、C と、G の割合一緒だっていうのを発見した人です。OK。C と G さ、形似てるじゃん。C 書くと G もこう似てるので、なんかこの辺似てんなーっていう風に覚えた方がいいよっていうのを DNA の授業で言うのを忘れました。なので、これ一回覚えてね。シャルガウスさんは、アデニン、チミン、の割合が一緒、シトシンとグアニンの割合が一緒だっていうのを、覚えてくれ、見つけてくれました。というわけで、今の家の、授業で出てきた人っていうのは、しっかりね、覚えてた方が、私立の受験にも役立つだろうし、センター試験でも絶対点数になるところなので、しっかりね、覚えるとか覚えてセンター試験に臨んでるようにしてください。はい、じゃあ次の、最後の締めの動画に進みます。